カレーを作っていきます。皆様こんにちは。発酵菌活生活で7キロダウン、快適生活を送っているママの発酵キッチンのおいちゃです。私のチャンネルでは体質改善、免疫力アップ、ダイエットにお役に立つ情報や、日々の生活に発酵食品を取り入れ、体に優しい無添加の発酵調味料作りと、それらを使ったレシピを紹介していきたいと思います。今日はキーマカレーを作っていきます。材料の紹介です。今日は粗挽きを使います。 300g、 下ごしらえににんにく、塩麹大さじ1、玉ねぎ1個、にんにく1片、トマトペースト 18g、 プレーンヨーグルト 200g、 甘酒大さじ5、玉ねぎ塩麹大さじ3、にんにく塩麹大さじ 1.5、 カレー粉大さじ2から3、トマトジュース 200cc、 ペーストとジュースの代わりにトマトピューレ 200g 使ってもいいです。塩2つまみ、米油大さじ1がある方はクミンを大さじ1使ってください。最初に豚ひき肉をジブロックかナイロン袋に入れて、玉ねぎ塩麹大さじ1、みほぐして30分から1時間ぐらい置きましょう。玉ねぎのみじん切りを作っていきます。チョッパーがある方は玉ねぎを小分けに切ってチョッパーの中に入れてください。玉ねぎを小さく切ったのと、にんにくのかけらをチョッパーに入れて小さくみじん切りにしていってください。ない方は包丁で加熱の要領でみじん切りにしていってください。フライパンを熱し、米油大さじ1を入れて玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎを入れて炒めます。色が変わるまで炒めます。にんにく塩麹入れ、さらに炒めて、少し色がついてきたらカレー粉大さじ3、クミンがある方はクミンを大さじ1入れます。 1、2分炒めます。さらに炒めて、トマトジュース 200cc を入れます。入れ、さらに炒めます。甘酒大さじ5入れて、さらに炒めます。玉ねぎ塩麹入れます。ペーストを入れます。ここで麹に漬け込んだお肉を広げて入れます。豚肉に火を入れていきます。6分から7分は煮ます。ヨーグルトを入れます。ここからさらに8分煮ていきます。グツグツ煮えて油が上に浮いてくる感覚が出来上がりです。この感じになったら味見を一回してみてください。塩分が入ってないので、ここでお塩2つまみ入れます。
ここで再度味見して、バッチシでした。最後は鍋底をターナーで1回一文字を書いたら底が見えるような感じで、これで終わります。ご飯をついた器の方にカレーを盛り付けます。試食コーナー、いただきます。まず一口、何回も作ってますけどすごく美味しいです。お腹も空いてたので一気に食べきりそうです。とても美味しいです。今回付け合わせに白菜の漬物を添えてます。黄色い白菜初めて買ってみました。なんか生で食べたら美味しいよということだったので、白菜漬けにして、朝鮮漬けに味付けしました。すごく美味しいです。水を入れないで、水分はヨーグルトとトマトジュースのみ、発酵調味料のオンパレードでした。とても美味しいでした。また作りたいです。次回は葉っぱ付きの大根をいただいたので、大根葉で万能麹味噌を作っていきます。また来週、バイバイ。